私はサステナビリティ推進部で働いていて、まさにそのダイバーシティの推進ですとかワークライフインテグレーションの実現とかそういったものを戦略立てているんですけれども、この会社中途採用の人が少ないんですが、非常に社員の人たちがオープンで、外から来た者の意見とかも本当によく話を聞いてくださったり、戦略に生かしてくださったりするので、そういったところは非常に働きやすいなというふうに思っています。